はい、ということでね、またこのラジオやって引き続きやっていきたいと思います。うわ、始めるとき気持ち悪い。あれじゃん、俺最近、なんで、あ、そう、パチンコ割れか。そう、パチンコ割れ。お前またそんな話かよ。あ、違う違う、そんな話じゃない。そう、新宿でよく打つんだけど。パチンコ行ってるってのが嫌だろ。なんだよ、お前。まあ、新宿、あなた何を思い浮かべます？最近の新宿。最近の新宿？はい。あれか、無集団のクマのぬいぐるみ持って歩いてるおじさんいたことか。それじゃねえよ。あー、あれか、東大元暮らしってやつか、お前にとっては。違う違う、あんな方法があったじゃねえんだよ別に。なんで俺があんな方法あったって思うんだよ。東大元暮らしってやつか、無集団のあの青いクマの。違う、それじゃない。持ってそれじゃないよ。え、何、新宿、最近新宿といえば、あれ3D のビジョン、猫がこうニャーってなってる。バカ野郎。あのアルタのところにある。バカ野郎。じゃあ答え。答えとかなんなの。感じ悪いなこいつ。な、何。歌舞伎町タワーグランドオープンです。すいません、関係ねえよ俺らに。本当にすいません、悪いけど俺らに関係ねえんだよ。ありがとうございます。ということでね、はい、あのもうガラッと変わったわけじゃん、あそこに。いや、まあガラッとは変わったよ、確かにな。で、やっぱ芸人たちもそのネタ合わせしづらくなった、うん、しづらくなりましたね、とても。で、あのね、その壁沿いにさ、そう、囲いがあったから。そう、囲い沿いでみんなネタ合わせして、その囲いが全部取れて、もうちゃんとね、あの、嘘のエヴァのね。そうそうそう、写真、嘘のエヴァの壁紙っていうの、なんかこう貼られててね、シールみたいな、おしゃれな、全部撤去されたからね。そう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 、うん、確かにな。で、ああなって、あ、でもその最近あれやと、うん、最近ツイッター見てない。ああ、分かんないな。あんまその言ったらいいか分かんないけど、やっぱ東横キッズの居場所がなくなったと、うん、やっぱあそこも本当にグランドオープンで社会問題、うん、そうずらっと人並ぶようになって、はいはいはい、であそこにあれあるじゃん、ライブハウス、もう本当に広い。あなたが言ってた、なんだっけ、ああ、なんだっけ、コパな、なんて、コパデルレイ、あ、ちょ、これあれは、あのスペインのサッカーリーグの。いや、ず、なんで、あ、ゼップ新宿。ゼップ新宿、ゼップ新宿が歌舞伎町タワーの一角にできたからね。で、バンバンライブやってんじゃん。確かにね。なんで行くたびやってんだろうね、あれ。行くたび並んでるもんね。すごいよね、あれ。すごいじゃん。ね、確かにね。とかで、やっぱその、うん、活気溢れる街にちょっと戻ってきたんじゃないか、歌舞伎町が。活気はあるけど。我らの歌舞伎町よ。歌舞伎町じゃないけどな、俺。ああ、あなたもっと豊洲キッズだっけ。そう、俺、コロスケ。はって呼ばれたの。コロスケって呼ばれた。いや、そんな話はいいねよ。そんな話はいいじゃない。そんな話はいいんだよ。冗談な、冗談な、そんな話はいいってことで、あなたは白レンガ担当、何担当でしたっけ。は、白レンガの、白レンガの、うん、ネタ書き、スケジュール。違う違う、そんなんじゃない。何キャラ、白レンガの。白レンガの何キャラ、うん、俺様キャラ。違うよ。何地雷キャラじゃん。で、その最近、俺東洋キッズじゃねえよ。で、その最近俺らが好きなステージセリフっていうかセリフあるじゃん、うん、やっぱ地雷。何なんだっけ、地雷って、うん、地雷系の女の子の名言で、地雷って踏んでも大丈夫、離れなければ爆発しないよみたいな。うんうん、あれ好きじゃん、うんうん、やっぱあなたはその白レンガの地雷キャラとして、やっぱコンビ解散だったらやっぱ俺を殺すんだって。俺殺して解散するんだって。地雷系芸人爆発して、俺を殺して爆発して死ぬんだって。あなたもう一回踏んでる状態だからね。そう、今もうガチャっていっちゃってるから、ね、踏んでるから、これを離したら殺すんだ俺。解散だったら俺あなたのこと殺してだよね。するわけないだろ。いつも言ってくれてるじゃん。言ってくれてるじゃん。言ってくれてるじゃん。殺して解散ね。で、最近俺がもう本当に震えちゃって。本当怖いってこうなっちゃう。するっていうのは、まあそう、みんなご存知の。そうなの。震えてたの、あなた。知らなかったよ。だってたまに言うけどね。たまに。やめてくれよ、こんな公共の場で発信すんの。地雷系芸人なんてないんだから、そんなジャンルって。いや、俺新しい、いいねって。よくねえ。やっぱそういうキャラではあるじゃん。しんどいしんどいってやっぱりどっちか言われてさ、かわいそうな地雷を背負ってんじゃん。うんうんうん。じゃあそういうキャラいいな、合うなと思って。ああ、本当にもっと地雷じゃあ俺地雷メンヘラ、メンヘラキャラやばいだろ、こんな見た目でメンヘラとか地雷とかって言ってた。こういうことだよ、メンヘラ。違う違う違う。
やっぱ自分のスペックにやっぱあれじゃん、ちょっと満足はいってないじゃん、もちろん。見た目が、あ、なんて、なんか5段階中マイナス5だって。俺、自己評価、自己評価マイナス5。そんな低くないの。おお、なんだった、5段、ちょっと、いやいや、10段階評価マイナス5、プラス5で、0が10段階やったら1から10だろ。あ、まあまあそう、いや、マイナスもちょっとあった方が、なんか平均0だったら、まあ、どこあんた、あとマイナス5から5だったら11段階評価ね。いや、もうええて、もうええて、お前の頭言うつ。え、自分の中で、うん、あ、まあ10段階評価1から10、ごめん、もうそうする、そうするそうする。え、いや、6とかじゃない。はぁ、そう、どこがプラス評価で6になったんですか、自分の顔の、うん、別に悪くはない、そんな、いや、うん、でも別にそんなかっこいいわけじゃないけど、うん、コンディションいいときは悪くないときあるよ、別に。で、内面は、内面、性格とか、女の子と言ったときに10段階評価、はい、本気のやつなの。いや、本気で考えてるよ今、うん、意味は、いや、8とかじゃないかな、低いって、やっぱね、そんなスペック悪くないよ、6で8なんか。あ、そうでしょ、だってさ、うん、そうじゃない、どう考えても優しいじゃん俺。優しくない、いや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 、チク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 、それはあなたといるからじゃん。あ、本当は違うんだ。あなたは別にそんなパートナーじゃない、やっぱビジネスパートナー。ごめん、ここら辺でちょっともうそろそろ行かないとまずいか。え、せーの、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめん、ちょっとごめん、進行したことあって。続きは CM の後じゃないだよ。ごめんごめん、どうしたらいいかなと思って。まあ、また、まあ、もうちょっと話そうか、そしたら。なんだよ、それ、どうしたらいいかな、びっくりした、急に。どうしたらいいかな、下手くそかよ。わかるだろ。ラジオ。は？だから、ごめん、どうしよう。いいよ、続けて。俺？うん。なんだっけ？いや、だから、うん、続ける？ちょっと待って。僕らは、歩みを止めないラジオ、今回のラジオの企画は、はぁ、ロキちゃんにいろんな質問をして、みんなにロキちゃんのことを知ってもらうのコーナー。はい、もういろんなところからロキちゃんの質問を取り寄せました。ロキちゃん徹底解剖の企画、ロキちゃん徹底解剖で、いろんなとこから質問取り寄せれなかったんで、僕は今からちょっと考えて、こうぶっかけるスタイルで今からやらせてもらいたいと思います。これすぐ答えてほしい、本当の感じで。ああ、100問100答みたいな感じ。そう、あ、うん、じゃあこれバンバンいくから、うん、バンバン、うん、で、ちょっと途中掘り下げたいなってなったら、こう掘り下げていく。じゃあ1からどんどんいくかね。じゃあ1、好きな色は、好きな色、青。青なんだ、うん、青でもこんなとこ掘り下げなくていいよ。でも青、早すぎるだろ。青って言ってもいろんな青あるけど、いや、濃いめの青よ、やっぱ。あ、濃いめの青好き、うん、鮮やかよ、なんか最近はこう濃いめの青が好きかな。ロチちゃんは下手くそ。家族構成は、はい、両親で、父親の方のじいちゃんばあちゃんはもういらっしゃらなくて、うん、で、実家には母方のじいちゃんばあちゃんいて、うん、あと妹がいる。そのお父さんの おばあちゃんっていうのは、そのどういう亡くなり方、えぐいこと聞くな、えぐいこと聞くな。でも、ロキちゃんさんがその幼稚園の頃に亡くなっ、いやいや、おじいちゃんのことは知らないのよ。あ、亡くなりはったん、いや、おじいちゃんのことは亡くなってないんだよ。4人で、いや、分からない、それも、え、4人でみたいな感じでいなくなって、マジで知らなかった、いなくなって、うん、で、ばあちゃんは俺が、うん、中学2年生の時に癌で亡くなった、うん、あ、そう、辛い、まあ、すいません。じゃあ、また質問させていただきます。一番、ってか、趣味は何ですか。趣味か、やっぱアイドル好きかな。まだ、いや、もう AKB はやっぱずっと好き、本当に好き。ああ。今週の土日もね、ライブ行くんだ。あ、言ってたね。そうそうそう、すごい楽しみで。そう、ライブの費用っていくらぐらい。いや、ちょっと値上げもしたから、まあ、大体チケットだけで9500円とか400円とかかな。いや、そんなすんだ。で、2日から行くんだもんね、うんうん、すごいお金あると、うん、いうことで、あの最初学歴教えてもらってもいいですか。
東京大学大学院経済学研究科在学中。すごい。特製。何こいつ。東京大学大学院。いやそうだよ。えじゃあ東大から東大大学院。いや違う違う、横浜国立大学から東大大学院に進学したな。何百回言う。毎回平場で俺そのもうええやんみんな驚く。いやそのやっぱ言わないといけないことよこれはもう、うんうん、でもしかも未来も多分何回もやるしこれは、うん、そうだね。そう確かにええわと思う。みんな優しくて反応してくれる。ちょっといい、うん、ちょっと運動の平場でさ、うん、俺がさ、うん、指刺された話さ、うん、しようとしたらさ、うん、あなただけよもうそれ何回聞いたってわけわかんない会話入れてたな。お前も、うん、俺平場で言ってんの1回ぐらいしか聞いたことないだろこれで。何を？その俺が、うん、あ、じゃあ東京大学行っててに俺は言ったのよ。あ、本当に？もう何回言うねんその質問って俺言って。タイミング絶対東京大学行ってて、そしたら久しぶりに交流会であって、そしたらその向かいの女の子に指刺されたんですよみたいなぐらいで言ってたの必死だけどね。東大に対してね。そう、東大に対して俺言う。もうええわって言う。俺の時だけ強いんだよ、ガヤ。びっくりしたよ。じゃあ質問です。一番好きな飲み物。飲み物？はい。水、水。あ、水なんだ。水、もう水しか飲まないから、やっぱ安いからね、一番水道水飲むのが。あ、じゃあ好きな食べ物。水。あ、じゃあ好きな食べ物。安いし、安いし。好きな食べ物は違うよ。なんですか？やっぱいっぱいあるよ、そんなの。一番。一番？もう一生これ食ってられる。ラーメンやっぱ。いやー鮭。いや、す。鮭フレーク。鮭フレーク、そんな。韓国海苔。いやいや、だから食ってるイメージあるけど。込めないと無理だろ、韓国海苔は。いや、そうね。いや、スイパラかなやっぱり。あ、そんなジャンルないです。好きな食べ物なんですけど、スイパラかなはないです。いや、甘いもん、スイーツかな。あ、ほんとに？うん。いいよ、意外。逆にあんた何なの？オムライス。いや、そんな、嘘だって、さすがに。いや、ほんとなの。嘘、嘘、嘘、嘘。そんなわけないやん。あ、じゃあ、たこ焼き。そんなわけもないって。いや、ほんとよ。嘘つくなって。ボケてる。俺、あなたがまだオムライス好きだな知ってたけど、たこ焼き好きだな、マジ今まで知らない。俺、スーパーのたこ焼きとか、銀だことかめちゃくちゃ買うよ。銀だこ？あ、銀だこ。嘘つけよ。いや、ほんとよ。見たことないあなたが銀だこ買ってるところ。いや、あるよ。ほんとに？ほんとほんと。東京って何回ぐらい食ったの？でも2回とか。いや、俺の方が食ってるかもしれない。あ、じゃあだから俺、その、お金なくて買えないだけよ。本当に？本当に。じゃあ続きさせていただきます。なんだよこれ。じゃあ今一番行きたいとこ。今一番行きたいとこ？うん。ああ。でもそのなんかビュッフェとかでもいいし。ああなるほどね。とあもう本当に今でいいの？ディズニーとかもいいし。うん。あのディズニー。は？行っただろ最近もうええわ。やっぱ行きたくなっちゃうディズニーは定期的に。まあでも。寂しいの。一人で。いやいやそのあなたついてきてよ。いや二人でディズニーきついって。まあじゃあまあ高校ネタ合わせとかもすればいいじゃん。ネタ合わせしねえよあんな。高校生の格好なんかするわけねえだろ。声出しちゃうんだから。一番声出するからあんなところが。にぎやかだし。ジャンボールミッチ、ジャンボール。はいどうもーどうもー少年がと今すぐお願いします。ちょっと今の違う今の違う。じゃあ発声の仕方が。あ、整理券お配りするんで、特別の時間にやらせていただきますって言われて。あ、ジャンボリミッキーがハゲたんだ。そうだ俺の中でダンス始めちゃったかな。そう。気まずい。じゃあ今まで。なんだよ、この回。今まで、その、経験してて、うわ、これ死んだなっていう時ある。ある。あんの？ある。何？マジでちっちゃい頃、うん、幼稚園生か小学校上がるくらい。意識ない意識ない。時に、うん、マジで海で溺れた。溺れて、うん、足もつかなくて、うん、あ、もうダメだって思ったら、うん、イルカが来て、その背中乗せてくれて、っていう。そんなにいいもんじゃないけど、でも本当に助けてくれたお兄ちゃんとお姉ちゃんがいて、ああ、いや、言ってる、おいて、大丈夫って言われて、ありがとうございます、っつったらもう去っていっちゃった。もう分かんない。カップルか分かんない。夫婦かもしれないし、分かんないけど。幽霊かもしれないんだ。幽霊じゃないとは思うけど、幽霊かもしれなくはあるよね、確かに。それがマジで死んだと思ったね。あ、そういうのなんだ。俺も市民プールであるわ。え？市民プールでもう本当もう見渡せんのよ。関心もいて、その中で俺普通に溺れて、でその近くに妹いて、うん、妹に捕まって、で妹も死にそうよ。何してんだよ。うん、わってなって、でも全然その。本当自力でこうグッて行ったわ。あ、本当に、うん、
やっぱ運動神経良くないんだよね、あなたは。あ、じゃあ泳げなかったの最初の。おばあちゃんと一緒にプール行って練習の時の練習で。最初の方っていうか、まあまあ、はい、これね。俺も泳げない。続き練習、あの人も。やっぱ泳げない。25メートル泳げないでしょ。あ、25メートル泳げます。俺200メートル泳げるから。嘘つけ。本当です。俺、イルカって呼ばれてたから。嘘つけ。通知、質問させていただきます。イルカって呼ばれてた。最近病院行ったのいつですか。いや、病院はもうしばらく行ってないよ。無理は息災。コロナにもなってないし。いや、そうなの。重大な疾患にもかかってないから、まあ、歯医者ぐらい。あ、歯、歯の形がちょっとそう。で、ちげえよ。それは別に 何も言われねえよ、歯医者では。確かにそう。ちょっとおかしい。すいません。すいません。すいません、ちょっとおかしい。そんなことより虫歯の治療とかしたんだよ、俺。ああ、そっか。虫歯の歯磨きした方がいいですね。いや、お前が一日何時間ぐらい睡眠取られるんですか。これ何をしてんの本当に。あなたは徹底解剖。徹底解剖でいい。徹底解剖。あ、掘り下げるとこおかしいよ。いや、掘り下げてないまだ。あ、まだ全然掘り下げてない。じゃもっ、あ、そう。はい、いや、睡眠時間も8時間は欲しいな。いや、そんな寝るんだ。まあそうね、8かな、8.75 とか。あ、まあ、そんぐらい。寝る、うん、普通のね、大人にしては寝る方ですね。NG なしで大丈夫ですか。いや、わかんないよ。これからどういう人も飛んでくるかわかんないから。よく行く風俗の名前って何ですか。いや、NG で。これ NG。これ NG です。お父さんも聞いてるかもしれない。風俗の話多いです。今回の。業務を取った話。ダメです。マジでやめてください。男としてやっぱそこ話しておいて。じゃあ今、その誕生日プレゼントでもらうとしたら何が一番いい。あー、今。ファンの人とか聞いてる可能性あるから。もうだって66再生されてんだよ。で、いねえんだよ、多分。ファンではねえんだよ。で、何が、なんだろうな。いや、マジでそのスイパラの一番高い食べ放題とか連れてってほしいかな。あー、え、物で言うと何が、物か、物で言うと何だろうな。味安さで言うと物や。スマホケース。いや、そんな感じなんだ。ちょっとダサいスマホケースしてんじゃん、この折りたたみ式の手帳型の、うん、よく落として割っちゃうからなんだけど、まあ、こうじゃなくて、うん、やっぱちょっとおしゃれなさ、うん、透明のさ、あ、クリアーみたいな。で、この折りたたみじゃないやつがなんか欲しいかな。あー、やっぱりスマホケース欲しいわ。あ、スマホケース、うん、俺も大丈夫こんな回答で。あ、ちゃんとそうです。ちゃんとこういう回でいいんだ。大丈夫。え、視力どんぐらいあります。いやそんな良くないからね、やっぱり。あ、メガネかけるもんね、寝るとき。そう寝るときっていうか、寝るときかける。寝てる最中つけて、そう、落ちたら外す。いらないじゃん。いや、一番いらないときはね、寝てるときが。でも自分の心見えやすくするみたいな、そのなんか。そんな、ないよ、別に。そんなないよ、俺メンタルケアしようじゃないからさ。はい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 。え、なんだろうな、なんだろうな。あ、じゃあ質問返させていただきます。女の子の好きな部位。最初から、すいません。こちらこそ、こちらこそ、すいません。いや、もう全部キュンとする仕草とか。あ、じゃあ進めていきます。そうだな、肩を、はい、あ、俺で実践しようとしないでほしいです。肩を叩かれるがキュンとする。俺はこのウィーとかじゃなくてトントンみたいな。トントンって、あ、トントンが、うん、えってなるの。おってなる、なんか、うん、そうね。はい、じゃあ、あれはどうですか。あれです。今バイトは何されてますか。いや、塾講師。あ、塾講師、はい、塾講師と飲食で。あ、飲食、だけあれですか。三足の、四足、なんかすごい足のわらじで。せーの、ちょっと待って、僕らは歩みを止めないラジオ。いろんなことありましたけども、うんうん、今回の企画はロジちゃん徹底解剖ということでね、はい、今回、ね、徹底解剖してくれるの。徹底解剖しようと思うんですけども、じゃあ、早速質問してもらいます、はいはいはい、質問形式でね、はい、ロジちゃんって服とかって何着ぐらい。せーの、ちょっと待って、僕らは歩みを止めないラジオ。
近、まあ、どんどん夏に近づいていく。あ、まあ確かにそれはそう、暑くなっていく。暑いですね、本当に、ね、はい、ここで、はい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 、松本春人徹底解剖あ、企画終わった。はい、あの、僕は自問自答で、あの気持ち悪い、気持ち悪い、自分の徹底解剖させていくっていう、気持ち悪い、そうなんですけども、気持ち悪い。じゃあまず第一からやらせてもらいます。いや、うん、あの、お母さんがおかしくなった時期とかあ、なるほど。あの、お母さんですね、あの僕の妹があのチアをやってた時期があったんで、その時期あのお母さんちょっとうつ病ぐらいの、なんかもう自分を追い込ませてしまって、でその時期からも荒れちゃって、なんでだよ、なんで妹チアやってた時なんだよ。もうすごい、チアが強いチームだったんで、それもどんどんプレッシャーで追い込まれて、あ、そういうことっていうので、お母さんおかしくなっちゃって、全然もう暴君みたいな。いいの、そんな話して。もう5時過ぎになったらもう鍵閉められて、俺の妹と2人でもう家の前で正座って時間あったりとかしましたし、あの、サランラップこう投げてきて目に当たって、もう目やばいよっていう時もあったりとかで、俺の妹がただ俺をその外に行かせないために、当選棒をここ取ったら殺すみたいなこと言ったら、お母さんが切れて、殺すとか言うなーって本気で切れた時期とかもありました。いや、それそうで、殺すとか言っちゃダメだよ、それはもちろん。ダメなんだけど、あの切れ方はと思って、子供ながらにしてゾッとしたっていうのはあったりしました。あ、はい。あ、じゃあ2問目の質問をさせてもらいます。あの、自分が一番モテたなっていう時期とか。もちろん質問のさっきからなんか。あ、でも高校の最後ら辺ですかね。まあ、高校最後に僕彼女いたんですけども、その時に僕のことを好きだったっていう子が、その後から聞いたら2人ぐらい本当にいたっていう。本当？でも本当に知らなかったよ俺当時。え、じゃあ本当それ、本当それ。でも優しいっていう理由だけ。でもそれそうだ、優しいっていうっていう理由だけ。見た目がどうとかじゃない、もうそれなんかそれいけそうな優しい男っていう、スポーツ関係家っていうね。いけそうってこと、なんかそのなんか全体的になんかファーっとしたり、高校の時からいけそうなんていないだろ、そんな価値観。まあ、まあ悪くはないかっていうのは、嘘つけよ、嘘つけよ、そんなのっていうのは。あの、じゃあその続いて質問なんですけども、あの部活とかって何、あ、僕サッカーやってましたね、ずっと。対戦形式になってる、なんか二人いる、自問自答じゃなくて、はい、僕サッカーもう小学校年生くらいからやって、高校までやって、で、最近スマイラーズって、あ、もう大丈夫です、ありがとうございました。あ、切られた、あのスマイラーズの話切られた。続いての質問なんですけども、あのもし世界が滅亡するとしたら最後に何食べたい。気持ちはどんなインタビューなんだよこれ。あの僕最後、お前すごいな、あのお寿司ですかね。お寿司、お寿司ですもんね。盛り下がってんのインタビュー。あの続いての質問なんですけども、あのパチンコ台で、あの海外とかって、あ、僕あの最近あのスマパチで出たあの必殺賞金あれ打ちたくて、あ、まあでも確率、あ、まあ、渡り確率 349.6 とかですかね、349.1、まあそれ難しいんですけど、ランナーの突入率もいいですし、時短もついてきますし、わかんねえわかんねえ、84% ループ、あの CG 短もう含めて84%ループで、あの 50% で2000発出て、もうで1000発っていう、あの10ラウンドかける2で、喋れんな、パチンコの話、このシステム投入してるんですけど、まあ、それパチンコの話喋れんな、打ってみたいなっていうのはありますね。でも、もう全然あの花の刑事とかももう未来出ますし、あのスマスロとかで、あのカラクリとかも出るんで、せーの、ちょっと待って、僕らは歩みを止めないラジオ。あ、僕に言うと、人変わった、普通じゃない話して、普通じゃない話して、普通じゃない話していいじゃねえよ、普通じゃない話して、そんな入りねえんだよ、普通じゃない、普通に人が話せない話して、こうね、あ、最近家帰るんだけど、あ、ご飯食べるじゃん、めちゃくちゃ美味しい、見出す誰も知れよ、そんな話、確かにそんなめちゃくちゃ話しねえよ、めちゃくちゃ美味しい、あ、自炊するんだけど、あれね、こうちょちょちょってこう包丁で落とすんじゃん、あれめちゃくちゃして、こうちょちょ、あー、料理作ってよ、こうちょ、頭おかしくなってくる、頭おかしくなってくる、これあれね、その全部トータルして今日のラジオよ、
1秒違ったらもしかしたらこういうラジオになってたかもしれないっていう各おのおのの世界線のラジオをその間に入れてそのお送りしてるっていう。どういうこと？これちなみに何分喋ってるの今俺が。25分。ああちょうどだ。これ俺12分とかだったらもう頭壊れそうだったもん。え、もうやめてくれ、ハトリ俺に話しかけないでくれ。コントのキャラクター、ハトリ。ロッチャさん、お邪魔します。お邪魔します。あの、私はせーの、ちょっと待って、僕の夢を止めないラジオ。終わり終わり、ありがとうございます。終わり終わり、ありがとうございます。今度誰なんだよ。私普段ね、何が間違ったんだ俺。マーケティングとかやってつけよ。新しいビジネス見つけて。そうつけよ。最近新しいビジネス。なんだこいつ、変なの連れてきた。一人を紹介したら5万入る。ネズミ子だよ。いや、ネズミ子じゃないですって言うんだよ。みんな僕ネズミ子って言ってます。これアリって言ってます。あり、一緒だ。軍隊ありっていう。あ、一緒だ、一緒一緒一緒。一人をリーダーとして、そのどんどん軍隊を。あり、一緒一緒一緒。一緒一緒一緒、それも。マーケティングしてるんですけど、最近なんか悩んでることとか。ああ、もう一瞬で、一瞬で、悩み一瞬で解決。一瞬で悩み解決させてください。一回、ワンチャンスでいいです。一瞬で悩みだけ。いや、なんかもう、鼻ないし。はい。なんか、こう、パッとこう、ファンもつかないし、どうしたらいいのかなと思って。え、それ何の話してるんですか？いや、お笑いやってんだけど、はい、つかないですよ。あ、そのネタとか見て大丈夫ですか？しんどこいつ。ネタとか見て大丈夫ですか？しんどい。いや、コンビだから。YouTube とかやってるんですか？ YouTube やってますよ。え、なんていう YouTube？ いや、大学生じゃねえかよ。あ、そんな名前覚えれないですね。ちょっと待って、何時？いつか。赤を超えるしよ。はい。お、ちょっと覚えれないですね。ちょっとすみません。今調べてチャンネル登録しておきますわ。友達じゃねえかよ。もうやりたかったのこんなんじゃないの？やりたかったことあるのかい？こんなんじゃないの。ちゃんとあなたみんなに知ってもらおうと思って、本当に。じゃあおかしいだろ、いきなり色聞いてくるのは。俺の携帯でラジオ撮ってるから、うん、俺がこうメモでその質問内容とか考えようと思って。やってたのが全部パーで終わりだよ。好きな色聞けばよかった。なんで好きな色聞いたんだよ。好きな色聞けばよかったじゃん、聞いてよ。間違えたもん。もうごめん、もうこんな時間だったらもう回んないよ頭は。こんな時間にじゃあラジオ撮ろうとすんなお前が。毎回12時集合にしやがって。ここに、まあ確かにここ以外撮る場所ないけど。なんだよそれ、もうおかしくなってんじゃねえかよ。いや、そうおかしくなって。ちゃんとおかしくなって。ちゃんとおかしくなってません。いや、きつい時間帯ですね、本当に。何？え？何なの、ひろき。ずっと様子がおかしくない、今日は。なんでお母さんなんだよ。なんで？なんか、学校でいじめられた。いや、うるせえよ。ババアこっち来んなよ。ババアじゃない。ババアって言わないでしょ。うるせえ、ババア。ひろきどうしたの？なんか様子がおかしくない、今日。うるせえ、ばあば、部屋入ってくんなよ、勝手に。部屋入るなじゃないでしょ。部屋汚かったから掃除したんでしょ。勝手に掃除もすんなってずっと言ってんだろ。だって掃除したもんだよ。汚いままで病気にかかったら思春期すぎるな。思春期すぎるな。お前がな。だって家でもそうやってやってんだもん、ね。やってねえよ、さすがに。まあ、ということでね、今回はいろんな世界線の話っていう。何をお送りしたかったの？わかんねえよ、俺も。何これ。わかんねえよ。初めて、なんかこの。いろんな、なんか間入れて、なんか変妹に助けられたの？お前の普通にお前の妹にありがとうだ。だからよ。そう、俺も同じ考えよ。違う、お前の妹にがいなくたってありがとうだよ。どういうこと？お前の妹がいなくたって。もうダメだ、このシリ滅裂な喧嘩するんだったらもう終わり。終わりです。もう終わりです、このシリ滅裂な喧嘩するんだったら。はい、もう終わりです。はい、終わりです。よし、これでよかったかな。これは良くない。これ良くない。これは良くない、さすがに。これは良くない、さすがに。これ良くない。これ良くないよ。これでもいいかなと思ってた。全然良くないよ、これは。これじゃダメだ。アウト。アウト、これはさすがにアウト。じゃあまた次回ということで。ほくろ可愛い。ああ、俺のね、口元についてるほくろ、ありがとう。僕が1万円チャンポイントしてるほくろ、ありがとうございます。僕が1万円チャンポイントとしてるほくろ。あ、今日チャンポイントとしてるってね。まあ目の下にもね、そう、ほくろついてる、涙袋っていう。うるせえ、今更する話じゃねえよ。
ほくろとかの話は、まあ、掘り下げようとこでしたらよかった。やっちゃった。また俺ダメ。ふる。俺やっちゃった。またふる。まあ、ということでね、また次回ラジオでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい。ハソ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 。あ、にゃか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 の反対。ハソ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 。にゃか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 の反対？いや、違うよ。なになに？俺あのハソハソ言うときあるじゃん。寝てるとき。うん。それ。寝てるよって。ハソハソハソ。寝てるんかい、ほいで。ハソ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 。終わったから寝てるんかい。はい、終わり。